も出てきています。17人が死亡したフランスの連続銃撃立てこもり事件で、行方が分からなくなっている容疑者の女がシリアに潜伏している可能性が高いと現地メディアが報じました。逃亡を続けているのはアヤー・ブメディエンヌ容疑者です。ブメディエンヌ容疑者は死亡したアメリ・クリバリー容疑者のパートナーで、捜査当局は女性